U17 ワールドカップで初戦白星スタートを切った韓国代表のキム・ジョンス監督が、我々が準備した通りに試合を進めて勝利したと語った。キム監督が率いる U17 韓国代表は28日午前8時、ブラジルにて行われた、2019FIFAU17 ワールドカップ C 組グ,グループリーグ第1戦で配置に21と勝利した。 キム監督は試合後、我々が準備した通りに試合を進めて勝利したと思う。試合終盤に不必要なミスと警告累積による退場で厳しかったが、全体的に見れば満足していると述べた。キム監督は、前半には若い選手たちが心理的に不安になるかもしれないので、ミスを減らすため試合の戦術を単純にしたのが功を奏したとし、 前半はほぼ望み通りの試合運びができたが、後半は体力が落ちたため、少し大変だったと語った。続けて、優れていた選手をあげてほしいという言葉に、すべての選手がよくやった。あえてあげるならチェミンソだ。前方でよく耐えてくれたし、得点まで決めてくれて感謝していると述べた。なお、 韓国代表は来る31日午前5時、フランスと第2戦を行う。